すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今回の静岡遠征ラストを飾るのはこちらです。ドン。 JR 沼津駅から徒歩13分くらいのところにあります麺屋拓郎商店さんにお邪魔してます。以前にも伺ったことのある拓郎商店さんがこの度15周年を迎えられたとのことです。本当におめでとうございます。15年ってすごいですよ、本当に。最近ね、ようやくすする TV が4周年とか言ってるところを15年ですからね。何事もやっぱ継続することがすごく難しいんですけど、やっぱ15年間継続するっていうのは本当にすごいことだと思います。普段は周年イベントとかはあまりやらないそうなんですけども、今回は15周年ということでスペシャルなラーメンを引っ提げて営業してくれますということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、麺屋拓郎商店さん、まずは来てくださった皆様、本当にありがとうございました。今回はイベント限定の旬さんま煮干しラーメンと名物くん玉トッピングをいただきます。中落ちカルビを焼く光景にお腹を鳴らしながらイベント T シャツを着て待ってた。こちらが拓郎商店さんの旬さんま煮干しラーメンと名物くん玉です。うひゃーん。季節の食べ物であるさんまや松茸を贅沢に使用し、さらにチャーシューには中落ちカルビも。こいつは豪華すぎるぞってことで、いただきます。さあ、まずはいい香りのするスープから。のばーん。飲んだ瞬間にふわっと魚介が広がったかと思えば、サンマの香りと風味がぶわっと抜けていき、めちゃめちゃうまい。クレッシェンド的にその風味が強くなっていくのは驚きで、まるで初めてテルの歌声を聞いた時のようです。ではお次に中落ちカルビをパクリ。強く味付けはされておらず、それが逆にこのお肉本来の旨味を味わえる仕様に。素材パワーすげー。さて、今度は中細麺をリフトしてすする。ガーン。ペタッと少し柔らかめな食感で、サンマ漂うスープと寄り添う美味しい麺。スープだけでなく麺もしっかり考えられているなと感心し、そりゃ1999年に並み居る強豪を抑えてレコード大賞を取るようなと納得させられます。さあ、もちろんサンマの切り身も入っていて、こちらも臭みは全くなく、ただただジューシーでめっちゃまーい。正直一口で食べずに大事に食べればよかったと少し後悔しています。てな感じで、今度は芳醇な香りの松茸を食らってみると、全体の高級感をさらに引き立ててくれる。これだけ個性のある食材を一つのラーメンに使用すると味が喧嘩してしまいそうな気もしますが、全体のバランスをしっかり保てているのはさすが拓郎商店さんといったところです。とかなんとか言っているうちに、ラストに名物くん玉が登場し、いぶし銀な燻製の風味を楽しめば本日も完食です。大変美味しくすすれました。15周年という記念すべきイベントに立ち会えて嬉しかったです。それではゴスレ。はい、ごちそうさまでした。いやー、麺屋拓郎商店さんに行ってきたんですけれども、まずは来てくださったズルズルズの面々、本当にありがとうございました。静岡のお店にもかかわらず、都内やね、さらに関西からも来てくださった方がいらっしゃいまして、本当に会えて嬉しかったです。ありがとうございました。そして肝心のラーメンの方もとても美味しくいただきました。季節の食べ物であるサンマと松茸を贅沢に使用し、さらにね、中落ちカルビも入っていて、なかなかエレガントな一杯でしたね。スープを一口飲むと、食べたことあるような魚介の風味がして、ぐっと引き込まれたかと思いきや、サンマの香りと風味がその後にブワッと抜けていく感じで、スープ自体からもめっちゃサンマの味がしてすごく美味しかったです。スルッと喉越しよく、少し柔らかめの茹で加減の麺もサンマ味のスープとね、しっかり寄り添う美味しい麺でした。松茸もかなり香りが引き立っていてすごかったですね。ラーメンのトッピングとしてはなかなかな贅沢品なんじゃないでしょうか。高級な食材をたくさん使用しつつも、バランスよくまとめてくるこの拓郎さんの手腕もね、すごいと思いましたね。改めて拓郎商店さん、本当に15周年おめでとうございます。すするもね、視聴者の皆さんに支えられて5年、いや10年15年続けられるように頑張っていきたいと思います。本当によろしくお願いします。ごちそうさまでした。それではすするの公式キャッチフレーズ、麺屋拓郎商店さん、最初はピッチャーや石井拓郎。